2人目の相手です。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。ここで猛烈な吹雪、おーっと一発目から猛烈な当たり。試合開始後といきなりダウンだ。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでベトベトンの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで自陣攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと大爆発だ。ダメージは大きいぞ。あーっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでナッシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃狙い的中。さあこれは、おっとこれは外れ。さあ熱戦が続いております。これはどうだ、弱点をついた。さあ今度はいい感じの当たり。両者とも大健闘です。おっとステルタックル、よし、カーッとダウン。ここで試合終了。3人目の相手です。すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。戦う構えに入って、さあまずは、おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあ対するは、よし、さあ激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、さあ今度は弱点をついた。おっと麻痺して動けません。さあ熱戦が続いております。ここで10万ボルトだ。攻撃炸裂、あーっとダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでルージュラの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おお激しく当たった。さあこれは大きなダメージ。さあ激しい攻め合いが行われております。
っと攻めタックル。よし、ここでダウンです。残りのポケモンの数に差がついております。ここでスターミーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃、効果は抜群だ。これはどうだ、急所を捉えた。この一撃であえなくダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。さあここでよし、さあ今度はいい感じの当たり。さあ熱戦が続いております。さあこの場面で、おっと攻撃が外れた。ここで自陣攻撃、よし当たった。あっとダウン。ここで試合終了。グレンジムのジムリーダー、カツラとのバトルです。カツラは炎ポケモンの使い手、軽い気持ちで挑むと火傷します。バトルの姿勢に移って、勢いのある攻撃、大きなダメージ。さあこちらは激しく当たった。さあ熱戦が続いております。おっとステルタックル、急所を捉えた。あーっと力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでリザードンの登場だ。さあここから挽回したいところ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあこれは、おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあここでよし、ヒット。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度は効果は抜群だ。あーっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでパラセットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで猛烈な吹雪、弱点をついた。切り替えた、よし。おっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。
ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。ここで再起きです。いい当たり。ここでダウンです。ここでステ